ナオミシはるか、ことね、もほ、私たちはチェーゴでーす。はい、というわけで本日も大人気企画チーンの大量召喚、わー、はい、というわけで本日のラインナップは、はい、私服3着、そしてレッスン着1着、そして12月ということで、今回ね、今年クリスマスが土曜と日曜なんですよ。24土曜、25が日曜なの。なのでカップルの皆様は存分に楽しめるというわけで、クリスマスデートコーデ1着のコーデですね。そうです、合計5つを紹介していきたいと思います。はい、それではレッツゴー。1着目、まずははるかから。なんかピンクのパーカー珍しくない？そう、これね、ジップパーカーになってて、これが刺繍なの。あ、そうなんだ。そうなのよ。だからデザイン的にもすごい可愛いし、この刺繍っていう感じがおしゃれなポイントだと思います。私もね、それ一回彼から借りて着たことがあるけど、そうだね、生地感がそうめっちゃいいです。生地感はこういう感じ、布ではない、布じゃない感じ、つるてかのやつでしょ。そう、めちゃくちゃいい。中もこういう感じになってます。でも欲しくなる。で、これフードがついてて、フード被るとこんな感じ、結構いい感じ。最高のやつやん。そう、で、ズボンはこちらです。はい、え、かわいい。そう、こういう色のさ、パンツ初めて履いてた。めっちゃかわいい、珍しいね。そう、好き。で、ウエストはめっちゃちょうどよくて、長さもちょうどよくて、で、色合いがなんか灰色にここだけ色が違う、薄い色、ね、え、めちゃくちゃかわいい。だからこの、なんだろう、上の服とかシンプルな時にこれ履いたらすごく確かにいいんじゃないかなって思います。生地感は？生地感は普通にジーパンだね。うん、そうじゃない？普通に動きやすい。なんか伸びないとかはないと思う。へぇ、伸びないじゃなくて動きづらいとかはないと思います。ほうほうほう。久しぶりのアイテム、こちらのヘッドホンを使ってみました。こんな感じ。それは本当に使えるヘッドホン？本当に使えるよ。あ、そうなの？有線の線がついてて、それを使えれば使えるようになるし、これで、あの、長さの調節もできる。こういう感じで、あ、やばい、軟骨ピアスが痛い。で、靴はなんとどう、こんな、このぐらい長いブーツなの。おー、で、ここが厚底、え、待って、一緒、一緒な気がする。一緒、マホと一緒かもしれない。え、違う、同じやん。いや、え、一緒やん。こういう感じになります。これめっちゃ、え、これめっちゃやばいよね。マホこれめっちゃ履いてる。しかもね、疲れないの、それ。でマホこれね、超パとかでもずっと履いてるよ。マジ？それで踊ってるの？え、これでずっと踊ってる。すご。はい、私の1着目はこちらです。ペチーン、かわいい、かわいい。で、まずね、このジャケット、これめっちゃね、しっかりしてるんですよ。めっちゃしっかりしてる。そう、届いた時にね、え、すごいねってなりました。で、まずね、このなんかデザインがなんかちょっとレーサーっぽくてかっこいいなと思って。そう、確かになんか結構ヒップホップ、ストリートっぽくなるので好きです。生地感はね、なんかね、気持ちいいやつ。なんかたまにレザーだとなんかチッチッみたいなのがあるんですけどあるんですけど、そういうのはなくて、気持ちいい、気持ちいいやつです。で、ちゃんとここも腕も締め付けられているので可愛いです。特にね、ここのデザインが好きです。続いては上です。上は普通の白、こちらはただ中に着たいだけのものです。こういうこんくらいの長さになってます。使えるよね。そうそうそう、まあ何でも合わせられるよみたいな。肩のデザインとさ、腕の四角い開き具合が普通じゃない感じが可愛い。そうね、まあ、ここやっぱいっぱい出していきたいので、ここが広めのやつを選びました。シーンってこういうシンプルなのがね、いっぱいあるのですごく大好きで、可愛い、気持ちいいしね、生地感も。まあちょっとスケスケしちゃうんですけど、それはインナーをなんとかすれば大丈夫です。次はスカートです。可愛い、なんか生地感不思議じゃない？え、でもね、硬くて、あんまり形崩れしなそうな感じ。なんか見た目はさ、結構ジャージっぽいんだけどさ、なんだろう、布っぽいでしょ、うん、かわいい、高見えするよね。なんかこの色味が、まあ、こういう色最近好きなんですよ。そう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 、
こういう色をね、黒とかに持ってくるのが可愛いなと思います。で、ここはね、ポッケになってるので、お菓子も入ります。で、これに紐が出てるので、なんかアクセントになりますね。で、なんかこれ多分腰巻きなのかな？ゆる、すごくゆるいんですよ。これ S だったと思うんだけど。だから多分本当はもっと下で履くんだけど。まあ、こんな感じです。可愛いです。はい。そして続いてはこの、ビーニーニット帽。ニット帽の白です。可愛い。まあね、黒はね、これ同じやつ持ってるんだけど、なんか白、いいなと思って。でもすごくここが長くて、パン屋さんみたいな感じになっちゃうんですけど、これは、こうやってちょこんすれば、ここ、後ろをね、こうやってやれば平気。で、髪の毛はここら辺に持ってくると、ちょっとギャルっぽくなります。はい、そして、これあとはメガネでーす。なんか写真とかの時につけたいなと思って、こういう感じで帽子の上とか、ここに乗せると、アクセントになるなと思って、可愛いで、写真も映えそうです。形可愛いのこれ。そう、ちょっと不思議な形。はい。はるかと同じ靴でーす。なんかすごいいいんだよね。こんなに厚底なのに疲れないです、私は。あと身長がめっちゃ漏れます。ね、これめっちゃ漏れそう。そう、だから大好きです。これ2代目です。あ、そうなの？そう。超リピーター。たくさん履いてるので、めっちゃおすすめです。じゃじゃーん。はい、というわけで、私のコーデはこんな感じでーす。いいね。中華。中華え？洋中華。中華これ命だ。というわけで、まずね、トップスですね。ガチガチの中華のトップスでございまーす。これ、マジで形可愛くて、ここまず V なのが最強でしょ？で、あと、今ちょっとチラってお腹見えてると思うんだけど、ここにね、スレッドが入ってんのがマジで可愛いの。こう、ちょっと七分丈な感じです。で、生地感はね、結構伸びる。伸びる生地感で、めっちゃなんか着心地がね、超いい、これ。いい感じ。さらっと着れる感じだから、なんか、ラフに着たい時とかにも、これ一枚で、さらって着れる感じで、ちょうどいいです。ズボンは、こんな感じです。それで可愛いですね。そう、このズボン超お気に入りなの。まず、お腹は結構こう、ローウエストな感じで、ここもね、ちょっとこう、V になってるのが、可愛い。ね、可愛い。珍しい、形が。ね。やっぱこの紐タラーンがね、アクセントになってて、超いい感じです。で、形もね、よく見たら、足にかけて、こう、広がってるラッパ型になってるんだよ。本当だ。それが超いい。で、生地感は、ジャージ生地ですね。シャカシャカしてる。かわいい。色がめっちゃかわいい。そうなの。マジで履きやすい。これは私、結構ね、重宝してます。続いて、アームウォーマー。そう。なんか結構これね、いろんな色があったんだよね。グレーにも2色ぐらい色があって。2個セットで188円なの。めっちゃ安いよね。いろんな色あったし、あの、色違いでみんな購入したらいいと思います。じゃーん !2 着目!2 着目は、こんな服でーす。おぉ、かわいいじゃん。そう。タグついてるんですけど、ご覧ください。誰か持ってそう。生地感は、まぁ、あ、ちょっと薄めだから、普通にこの中に何か着て羽織ったりとかもできるし、ここにジップがついてるので、あの、羽織もできると思います。でもなんかはるかさ、白は持ってるけどさ、黒は持ってるから。そう、黒はなんか珍しい、かわいい。そうなんだよ。デザインが結構なんか不思議な感じ、すごい個性的なデザインです。可愛い、はるかみたいな個性的だね。ありがとうございます。で、首までついてます。これ何？首まで、なんかタートルネック、まあね、言葉のなんか副称じゃない。首まで、あの、あるので、すごくあったかいです。靴はめちゃめちゃ漏れるハイヒール。めっちゃ漏れそう。でもこれね、疲れないと思うんだよね。重たくない。つま先もさ、重たくない。分厚いからね。そう。これです。これです。これです。はい、マホの2着目はこちらです。ザ・冬って感じ。ザ・冬でしょ？Y2K。この首のところもめっちゃモコモコになってて、めっちゃあったかいし、この腕のところにもモコモコがついてるので、派手で可愛いなと思って選びました。形はなんかね、ちょっと V みたいになってるので、スタイルアップにもつながるんじゃないかと思われます。チャック上に上げられる。そう、こっちも上に上げられます。かわいい。確かに、こういう着こなしもありだね。で、
で生地はまあ薄めなんですけど、やっぱさ首元があったかいと全然大丈夫なの冬って。こ後ろまでちゃんと、そうちゃんと首がちゃんとついてるのでめちゃめちゃあったかいです。あ、めっちゃ気持ちいいですでもね、これめっちゃしっかりしてんの。これかわいい、たくさん使います。はい、この下はフレアパンツズボンです。かわいい、めっちゃかわいいの。なんか黄ばんでる色がこことあとお尻にも黄ばみがついてます。かわいい、もうこういう黄ばみ大好き。色味がね、古着っぽくて好きです。生地めっちゃ好きですよね。生地めっちゃいいよ。なんか分厚すぎないし薄すぎない、完璧なプロモーションです。これもうめっちゃ履いてるもん。だってここ2、3日履いてるもん。そう、まあ、ジーパンはね、ちょっとくらい履いても大丈夫でしょう。あとこのベルトね、これもね、なんかちょっと古着、なんていうの、ヴィンテージみたいな。ヴィンテージ加工、そう、めっちゃ可愛い。ちょっとヴィンテージ加工が最近めっちゃ好きで、あ、なんかすごい使い古してる感出ちゃってるわ、いっぱい使ってるから。そう、そう、これの鉄の感じも光ってる鉄じゃなくて、なんていうの、まあそっち系、ヴィンテージ系の鉄系です。めちゃめちゃ好きでーす。何が変わったの？たてーただ短い、ただ短いだけなんですけど、確かにさ、スカートとかだったら長いのの方がいいし、そうズボンとかだとさ、あ、そうなの、長いと邪魔くさいもん。え、そうなの。だからやっぱこんくらいの方がね、これもね、ここ2、3日入ります。きっと今の靴だけ。はい、2着目のコーデはこんな感じでーす。かわいい、めっちゃお姉さん、かわいい。まず上はこういう薄い生地。それやばい、それめっちゃかわいいね。これ色味もマジでかわいいの。丈感もね、長すぎず短すぎずみたいな感じで、ちょうどおへそぐらい、普通にこれ1枚でジーンズとかだけでも全然かわいい。絶対そのコーデかわいいと思うね。でワンピースはこれよく見たら、あ、チャイニーズ、いやー、もしかしてチャイニーズ、いやー、チャイニー、いやチャイニーチャイニーデザインになってます。でこれここがね、銀色の鎖みたいなデザインで、で形自体もうなんかこういう形のワンピースだから、すごいスタイルがよく見える形になってます。それ着てどこ行くんですか？まあ普通にショッピングです。あ、そう、ご飯とか行かないの？行く相手募集してます。LINE 貼ってきます。矢印じゃないのよ。で、まぁ、ちょっとこれだけじゃ足りないので、ベルトに。こういうね、アクセサリー欲しかったんですよ。パールついてる？そう、パールついてます。お花じゃない？お花。そう、お花のデザインで。これもね、めっちゃ安かったから、本当にみんな絶対買ってほしい。超使える、これは。ワンアクセントなんで、そう。めちゃくちゃ大事だよね。そうだ、これ。で、クックは。クックなんか見覚えあるよ。ね、クックめっちゃ見覚えあるのよ。これね、多分ね、前回のハルカと一緒。影響されてるよ、しっかり。そうなんですよ。ハルカが、こういうニーハイブーツ、マホに憧れて、欲しいなって思っててって言った後に、私もそういえばニーハイブーツって持ってないと思って、そしたら無性に欲しくなっちゃって。今回ね、ニーハイブーツに挑戦してみました。お見合いに珍しいんだけど。え、やっぱね、これね、めっちゃ動きやすい。動きやすい。やっぱり、3人中2人がいるんで、完全にこれはもう、はい、動きやすいです。これ超いい。疲れない。しかも足首めっちゃ遅く見えるんですよね。あ、ほんとだ。じゃーん !3 着目ー !3 着目のコーデは、ダンシングー何ダンシング違う、足のこの感じがさ、ダンスっぽい。ということで、これ茶番は一旦放り投げて、こちらの上の服、めっちゃ可愛くないですか？可愛い。これ着てると、どこで買ったのって。え、マジで岡山で初めて着てたやん、うん、え、可愛い。本当に好きそう。めっちゃ似合ってると思った。これシーンなんです。しかもラグランで星がついてて、このピンポイントで星がついてるだけのデザインなんだけど、色味がね、超可愛いの。グレーと黒。可愛い。で、この私が好きな袖が長いタイプです、はいはいはい、もうこんな余ってます。こんなで伸びるのすごくね、生地感ね、そう、めっちゃいいよ。生地感絶対やばいよ。あ、こういう生地感なんだ。見てわかるよ。そう、これこっちとこっちの生地感同じで、なんかニットっぽい
あったかい生地感です。しっかりしてるね。そう、本当にしっかりしてて、これはめっちゃおすすめ。かわいい、いっぱい着れそう。で、下のズボンはこんな感じです、はい、私がいつも着ない難しい着ない形です。びっくり。ここにリボンが、こう紐がちょちょちょっと出てかわいい。ここにもモワモワっていうのがついています。縫い目みたいな。そうそうそう、これかわいいです。待って、お尻かわいくない？お尻かわいい。お尻かわいい。お尻どうなってる？右側にドクロとチャクがついてる。かわいい、うん、すごい。だから多分前にもついてるお尻。本当だ、本当だ、そういうことね。おしゃれなズボンでした。はい、私の3着目はこちらです。じゃーん、かわちい。かわちい。どこへでも行けるラフなお洋服です。上はこのね、おてて、そう、おてて入れられるところがあります。これめっちゃ可愛い。で、これはチャックついてて、これ上までいけます。なんか今回のレーサーっぽい。そうね、なんかそういうのなんかハマってるのかな。はい、あとはこのポッケダミーなんですけど、ポッケがある風、すごい可愛い。なんかね、このシリーズ白とか他にもあったからめっちゃ欲しくなっちゃってる今。色違い欲しくなりすぎちゃうんだよね、シーンの悪いところね。はい、下は普通にクワゴパンツです。お腹にジャストサイズなので、なんかローウエストが苦手な人も多分ね、いけると思う。ちょっとここにね、ゴムついてるからめちゃくちゃ安心。めっちゃいい。サイズ感が超いい。しかも生地感もめっちゃいい。え、何がいいかってやっぱゴムなんですよ。ここがゴムのところ。しかもさ、人によってはゴムが緩かったりしても、うん、そうだよ、ベルトつけれる。めっちゃいい。色味も可愛いし、これはおすすめです。いっぱい履くと思う。はい、というわけで3着目はこんな感じのコーデでーす。え、かわいい。かわいいよね。もう全部着たい。上はさっきの洋服でございます。そう、さっきも言った通り、これだけで着ても超かわいいデザイン。スカートはアーミーカラーのミニスカになってます。あ、おにかわね。で、これ今ベルトであれしてるけど、多分ローウエストでも履けるようなデザインになってます。で、やっぱこのね、形本当に可愛い。わかる。前回もそうだけど、本当想像した通りの形を今回もシーンさんやってくれてますね。ポッケがここにあるやつってさ、外れなくない？ない。だよね。マジでない。なんか外れない気がする。本当にみんな信用していいと思う。シーンだけでね。そう。シーンだけに信用してほしいと思う。そうで、生地感もね、これめっちゃしっかりしてる。K-POP アイドルとかも全然入ってますよぐらいの生地感。基準どういうこと？で、これはね、結構短めなので、ちゃんと黒パン履いても可愛い。あ、黒パン。ちゃんと黒パン履いた方がいいと思います。でも、そう、何が言いたかったかっていうと、こう、はみ出て黒パンが出てるのもめっちゃ可愛いと思う。あー、そういうこと？そう。イコール K-POP アイドルみたいな。そう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 。で、これに2杯履けばもう誰でも K-POP アイドルになれます。はい。そしてね、こいやつとこいやつをつなぐアクセント。ベルトをご紹介いたします。これさ、全部ここの部分も真っ黒だから本当に可愛いの。これね、白バージョンもあって2個セットで売ってるから、マジでお買い得です。お買い得すぎる。そうで、やっぱ嬉しいのが、まあ、今さ、こういうさ、ベルト用の輪っかっかがあるからいいけど、ベルト用の輪っかっかがなくてもベルトつけたい時とかあるじゃん。そういう時用にこういうやつがあるので、止めて、で、ここがさ、パカパカしてなんかだるいなみたいな時に、ここでシュッと止めることができるので、マジで便利。これは本当にね、重宝してる。衣装でも使えるし、絶対衣装使える。4着目、レッスン着。はい、ということでレッスン着です。さっきと何が変わったのかと言いますと、こちらのスウェットです。なんか好きそう。ね、なんか水色バージョンも持ってたんですけど、履き心地が良すぎて黒バージョンも手に入れました。結構でかいので、やっぱウエストはね、ほんともうでかっ。ご飯をいっぱい食べても入ります。生地感は裏肝になってるので、こんな感じの裏肝だから、冬はすごくあったかいし、まあ、レッスン着以外にも普通にちょっと外出るときこれとか入ったり。このデザインがすごく お気に入りです。で、靴はてんてけ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 、おー、伸びる伸びる。こんなに伸びます。おー、これはね、レッスン着の靴っていうか、
個人的にはちょっとおかしいかもしれないですけど、あのここに無理やり詰め込みました。わかるよ、その気持ち。で、ここにね、チャックがついてるのですごく脱ぎやすいのと、うん、あとね、なんか中敷きにね、ちょっとね、弾力があるから、おぉ、そう、だから多分踊りとか長時間歩くの疲れないようになってるのかなって、はるかの、はるか調べによるとそういう見解です。はい、私のレッスン着はこちらです。セットアップになります。なんかこれね、シリーズがブラウンとかめっちゃピンクとか他にもあったんだけど、ちょっと前回キャサリンになっちゃったことをすごい思い出して本当はね、ピンクいいなと思ってたんだけど、ちょっと髪もピンクに戻ったので、そう、違う色に挑戦しようと思って、そう、グリーンにしてみました。で、ここまでね、首あって、うわー、色合い完璧じゃね。だってこの色に紺だよ、かわいい、やばい、おしゃれすぎる。で、ここに刺繍でロゴが入ってます。そう、しっかり刺繍です、かわいい。で、このズボンの方もここにちゃんと紺があって、これ紐があって、ここにライン、え、かわよ、改めてで、ボッケもちゃんとあるので、しかもなんかこれピタッとしてないので、すごい楽そう、ちゃんとベロアでね、気持ちがいいんだよ。でもやっぱ冬の、冬の象徴、ベロア。そう、もうベロアめっちゃ好きだから、冬はたくさんベロア着たいの。こんな感じでした。はい、そして私のレッスンにはこちらでーす。あ、レーサー来た、レーサー。そうなんですよ、やっぱね、最近の流行はレーサーというわけで、私もちょっとトレンドに挑戦してみました。なんかさ、これニュージーンズがめっちゃ着てそうな、わかる、テンションだよね、完全に完全にそう、完全にそう、わかる、わかる。これ新作だったんだけど、もうパッて見た瞬間に、あー、もうポチ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 、あ、マジ、一番最初にこれをカートに入れました。もう生地感ね、めっちゃしっかりしてんの、これ。そうなんだ。そう、本当にね、分厚すぎないけど、でも 薄すぎない感じ。デザインもめっちゃ可愛い。デザイン可愛いね、やばいね。あれ、なんか後ろに書いてある、後ろも超可愛い。なんて書いてある、ロジネ。あ、ロジネ、わかんない、ロジネ。いや、7よりもいい。あ、確かに。あ、ロジ74。ロジ74。175じゃない？175。174。あ、9。全部数字9。読めるたらちょっとごめんくださいね。で、灰色のスウェットですね。で、しかもここね、真ん中に線がそうピーってあるから可愛いデザインで、うん、灰色のスウェット欲しいなと思って、いろいろとシーンでも見てたんだけど、うん、なんかね、ちょっとなんかパジャマっぽい形って、あんまりレスダンス用っていうよりかはなんかパジャマ用みたいな感じで、結構ここがピッチリしてるやつが多かったんだけど、うん、そうだから今回もちょっと不安だったの、この灰色のやつ、うんうんうん、だけど届いたらめちゃめちゃダンスで使えそうな形のスウェットになったから、ちょっと灰色でお探しの方はぜひこちらの方、こちらをご購入ください。こちらをご購入ください。たたーん、デート服でーす。残念だ。あはは、図書室から見た。はるかのデート服はこういう感じなんですけど、一つ聞いてほしいことがある。はるかはこういう服を着てみたかった、興味本位です。だからあくまでもデート服が全部これなわけではないです。なんかさ、踊ってみたの撮影で。あ、確かに絶対でも合うよね、撮影とかだったら。可愛い。デザインはクマがたくさんいます。これ何匹いるんでしょうね。やばいね。これ今のこの回る時間帯で見つけられた人には視聴者プレゼントで、お、なになに、こちらのクマの服を差し上げます。ねえ、ダメでしょ。ということでね、あの生地がこういう、なんだろうな、でもしっかりしてる生地なんだよね、すごく。え、ちなみにこれはこれとこれでセットアップでした。あ、え、そうなんだ。そう、え、その白いのもあるの。そう、この白いのね、めっちゃふわふわしてて可愛くない？可愛い。ちょっと透けてしまうんですけど、うん、生地がこういう感じで、なんか鼻のデザインと縦に線が入っているデザイン、で、肩はふわっとしているのと、あとワンピースに戻るんだけど、ワンピースもこのね、ふわってフリルがついています。可愛いですね。ロリータ系のファッションが好きな人が、確かに、絶対好きだよね。確かに、確かに。
でね、スカートの形もなんか生地がしっかりしてるからちゃんと、うん、そう、こういう感じで、うん、こういう感じでした。はい、私のクリスマスデート服はこちらです。かわいい。かわいいでしょ。これ本当にかわいいよね。これセットアップではないんですけど、あ、違うの？別々で売ってるんだけど、あの近くにあったから、そうそうそう、これ絶対セットアップだなと思ってこちら選びました。もうこれね、あのね、本当にしっかりしてんのよ。あのしっかりしたお店で買ったくらいの生地感だし、なんか私この金のボタン結構ね、安っちいのとか多いなーっていうイメージがあったんだけど、これやばい、全然しっかりしてるし、やばと思って、やば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 って思いました。でちゃんとここもね、スクエアネックになってて鎖骨が見えるし、ね、本当に可愛い。これはタイトなスカートです。でめっちゃハイウエストなので、この上の丈が短いんだけど、これで上に上げるとすごくスタイルアップしますね。これ本当に可愛い。確かに、なんかさ、決めなきゃいけない系の時もさ、いけそうじゃない、うん、あとこれトップスはこれにして、下ジーンズとかでもめっちゃ可愛いと思う。普段使いもできると思います。はい、続いてはこちらのリボンです。これは2つセットで売ってました。こういう付き方ね、めっちゃ好きなの。もほ可愛い。これもベロア生地なんですけど、やっぱクリスマスということで女の子らしくしたいなと思って、こういう風にリボンをつけてデートに行こうと思います。はい、というわけでちょっと急に私のお家の方に画面が移り変わるんですけども、この中の服を忘れてしまったので急遽お家で撮ってます。で、私のデート服はチャララーン、こちらになります。結構大人っぽいでしょ。前回と打って変わった感じです。でまずこのアウターですね、コートなんですけど、結構すねまであったロングコートになります。でこれはね、生地結構しっかりしてるアウター、やっぱりめっちゃいい。でこの形も可愛くて、ドロップショルダーな感じもめっちゃ好きです。でこの中を脱いだら、ティラリラリラーン、おデートの服こんな感じになります。中の T シャツなんですけど、これはこういうモコモコの生地になってます。これめっちゃしっかりしてる生地で、すごい伸びるし、今見えてないんだけど、丈感もね、おへそよりちょい上ぐらいのところで丈感終わってて、ミニショートですごい可愛いです。これマジでちょっと1個持ってるだけで本当にいろんな服が映えるから、私これめっちゃ着てます。でさっき紹介したベルト組み合わせて、これはあの実はズボンなんですよ。チャララーン、そうです。でこれの生地感はコーデュロイみたいな生地感になってます。なんか形がすごいおしゃれじゃない？めっちゃもうなんかちょっと普通とは違った感じの形で、でもやっぱりデートなのでこういうところとか足とか露出したりとかしたいので、こういう感じで決めてきました。はい、というわけで全校でご紹介し終わりました。イエーイ、いかがでしたか？はい、まあ、今回はアウターとかも結構ご紹介して、うん、かなりね良かったので、うん、今回の冬はみんなぜひシーンでアウターなど、うん、テート服などお買い求めいただければと思います。はい、で他にも今はクリスマスシーズンなので、うん、クリスマスのグッズとか、なんかコスプレとか、うん、なんか普通にお洋服とか赤系のものとかもたくさんあったので、うん、ぜひそれもチェックしてみてください。なんか飾りとかもあったよね、うん、あっためっちゃ可愛い。やっぱ小物もすごい使えるし、ね、可愛いんだよね、うん、そう、あと普通に生活雑貨とかも収納グッズとかもたくさんあるので、うん、皆さんぜひそちらも見てみてください、はい、そして今回もありがたいことにクーポンコードを発行していただきましたので、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、こちらで気になったものがあったらこちらを使ってご購入くださいまし。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございまし ました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上ジェイゴでした。